はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、カムイスポーツの所沢店さんで撮影させていただいております。いつもありがとうございます。はい、本日は、ちょっと少年、あまりやってこなかったかなっていう、少年の、ちょっと、特集していこうかなと思います。まあ、というのもね、最近ありがたいことに、まあ、中学生、ボーイズとかシニアとかですけれども、まあ、少年野球とも関わる機会とかもあるので、まあ、そういったところで、ぜひお父さんお母さんとかどういうものを買ったらいいんだよっていうので、まあ、商品紹介の方に、カムイさんに来ればこういうものを買えるよっていうのをちょっと紹介させていただこうかなと思い、今回取り上げさせていただきます。はい、まずじゃあバットからいこうかな。サイズによってどんどん分かりやすいですもんね、子供に対して置いといてくれてる。で、もう野球始めたばっかりの本当に1年生とか子っていうのが大体70センチとかのバットが多いのかな、大体小学校低学年で。まあそうですよね、うん、これはネズコかな、うん、っぽいですよねでも子供のなんかこういうなんかアニメとか大好きじゃないですか。そうそうそう、ただこれはねちょっと JSBB が入ってないので大会では使えませんよっていう感じだけど、まあ、野球慣れするんだったら練習用にそうすごいいいのかなと。もう鬼滅の刃コラボバットとなっています。でまあこっちからかな、ちょっとコラボバットじゃないんだけど、 V コングとかジェラネミンのかな、こういうバットにはちゃんと JSBB が入ってるので、試合で使うんだったらちゃんとJSBB 入りのものを購入してあげるようにしてあげてください。まあ、今後成長に合わせて、72センチ。ここら辺はこれ SSK のアルミ合金 500g のすごい、やっぱ最初のうちは軽いバットの方が絶対いいと思うので、こういった軽いバット、お子さんに合ったサイズのバットを選ぶことができるっていう点と、岡本選手モデルなんですよこれだよね。うん、あの少年用ってプロモデルが多いんですよね。他にもまあ坂本選手だったりとか、プロモデルのバットって少年用が結構出てるので、まあ、やっぱプロ野球選手に憧れて野球始めるっていう子も結構多いと思うので、そういう中ではまあ選ぶということはできるのかな、結構、いろんな選手のモデルを買うことができるのかなとは思います。大体まあ3、4年生とか74から76あたりまでかなが中学年4年生ぐらいまでのバットで、ここになってくるとカーボンが増える、ブラックキャノン剣入れ当ててるんだ。少年用でもこういったあの複合バットとかのモデルがだんだんと増えてくるかなっていうような、感じがしますね。まあ、それこそあとはまだねこのレベルでも坂本選手モデルまだ、プロモデルがあったりとか、これめっちゃかっこよくね、超かっこいいんだけど、何これ大人にもこういうの作ってほしいよね、複合バットで。複合バットでカーボンとかで大人用でも作ってもらえたら俺そこ買うのにな。プロモデルが増えてきたりとか、まあ、それは変わんないか、プロモデルが出てたりとか、まあ、複合バットが本当に、カーボン系の複合バットが76センチぐらいになるとだんだん出てくるのかな。まあ、この頃になったら少しはスイング、できるようになってくるところもあると思うので、ある程度試合にも出れる、そうね、年齢なの、うん、まあ、なので中学年から使うんだったらこのぐらいがいいのかな。で、高学年向け、もう背の小さい子だったら、まあ、身長140センチちょいぐらい、78センチのバットが、ね、78センチ系のバットで、今度はデュアルフラッシュ、これは新しいやつですよね、うん、デュアルフラッシュ2の方、新しい方、うん、僕もこの前大人用の普通のデュアルフラッシュ買いましたけど、こういうのも、高額で向けバットになると、出てくる感じがします。やっぱね、でもちょっとこの辺になるとお値段は高くなってくるかなと。80センチとかってなってくると小5、小6ですかね、小60じゃねえか、完璧にもう小5のでかい子とかで、しっかりと触れるようになったっていうのが、まあ、80センチぐらいの、バットを使うべきかなとは思います。まあ、ここにはないけれどもレガシーのね少年用だったりとかっていうのも今出てたりはするので、まあ、いろいろぜひチェックの方、してみてください。はい、で次はこっちだね、バッテとか守備系、手袋系。もう僕らが小学校の時って正直バッテしてたのって一部だけだった。今も多分みんなしてると思うんですよ。なのでカラーリングがマジで豊富、アディダスさんもこれ多分大人用とちょっとカラーリング違うのかな、でもいろいろとあの大人用と同じようなカラーリングが出てるし、アシックスさんなんか、あ、これ多分大人用ないよね、カラーリングで。まあまあそうですよね、まあまあこれもプロモデルが出てきますよね、大谷選手モデルだったりとか、あとは丸選手とかもありますし、ちゃんとパワーオーク子供用もありますといったような感じなのに、さらに下の方、これは多分あれか、あでも一応全部あるんだ、サイズもしっかりとあって、そう鬼滅の刃のコラボモデルの
バッテルなどもあります。好きなキャラクターに合わせて変えるっていうのがいいですね、うん、そうですね、まあ、あの子供用でもバッティンググローブってこんな豊富な種類豊富なんだっていう、僕らが小学校の時は多分少年用って1メーカーに2種類ぐらいしかなかったから、ローリングスとか多かったんじゃないですか、見つけてる人。うん、俺ローリングスとか Z だったね。見つけてないですもん、あんま見てないですよ、うん、そう、一丁前に両手バッテしてたからそうそう、でね、少年用もね、ちょっと横行くんだけど、守備手もちゃんと揃ってるんですよね。カラーもいろいろあって、サイズもあって。でね、これかな？ Z さんの。めちゃくちゃかっこよくない？なんか、つけてみたいですけど、少年、うん、小学生の時、一回もつけてないんだ。そうよね、俺もさすがにね、守備手まではしなかった。まあほら、痛いじゃん、やっぱ。痛い。取る時って。で、これって、リトルリーグとかの子は、ぜひこういうのを勧めたいなって、痛くて、いや痛い痛い嫌だっつってちゃんとしたところで取れないんだったら、ちゃんとこういったあのパッド入ってるからね、少年用の。なんでまあこういうのも一つ、試合に入れてみてもいいんじゃないかなと思います。まあ楽しくやるためにはね、手のサポートとかももちろん必要にはなってくると思うので、こういったところも、小山さんはちょっと気にかけてみてあ、げてください。じゃあちょっと最後にね、大本命グローブの方行こうと思います。これ少年用のグローブってこんなにあることってある？あんま見ないっすね。めっちゃ多くない？超多い。サイズをちょっと見てもらいたいんですけど、 S サイズ、小学校1から2年生がここのブロック、本当に小学生野球始めた時のモデル大きさって言ってて、その中にもプロモデルが入ってるんですよ。低学年からもうプロモデル、これ2年生から4年生ぐらい、中学年ぐらいでとか、ちょっと手の大きい低学年の子、とかは出て M サイズのグローブがありますよ。 MM モデルあるんだ。ほら、小学生から MM 使うんだ。そう、大体今出してるのが H セレクションとかグローブデリとかっていうような、ちょっとまあハイランクじゃないですか。その辺のグローブプラスアシックスのバル選手だったり、田中選手だったり、アシックスのプロモデル、この辺に入ってます。はい、じゃあ続いていきましょう。この辺が高額の向け L サイズですね。まあ、ここになってるとウィルソンさんが入ってきたりとか、あとはもうこれね、外野手とポジションで分かれるような内野、まあ、もちろんオールラウンドもあるけれども、ポジション別のグローブがここから、出始めるのかな。だいたい低学年の子って、まあ、オールラウンドを買うことが多いと思うんですよ。でそこはまあもちろんポジションなんかね、小学生なんかゴロッゴロ変わるからね、低学年が特にっていう点ではもちろんあれなんですけども、高学年になってきたら、ポジションってだいぶ固定され始めると思うので、そういった点ではこうやってあの高学年からちゃんとポジション別の、グローブが出てきているよっていうような感じです。で最後左側ももちろんね、ちゃんとサイズごとにいろんなグローブがありますと。キャッチャーミット系、ファーストミット系、いろいろあります。こっちも結構多いね。おお、もう子供はみんな欲しがるんじゃない？でもお子さんは一流ですか、ね、うん、叫びだったりとかさ、はい、あの大人でも結構欲しいようなブランドの、そうグローブが揃ってたりとか、まあ、それこそそんなこと言ったら畠山のシェラムーブだってね、これ多分 M8 のジュニアバージョンだと思うんだよね、うん、JC8 ジュニアキャッチャービット8かな、うん、なんで谷繁さんかな、プロモデルもちろん他にも相澤選手、カープのヤクルトの島選手、そういったキャッチャーミットの中でもプロモデルだったり、僕らの時って少年用のプロモデルって多分城島選手モデルぐらいだったんですよ。ナイキとかっすか。そう、古田選手があったかないかなみたいな。ナイキあるのいいですね。そうそうそう、昔、その当時はね、まあ、でも今の方が格段にプロ選手モデルが増えてるし、しかも質が上がってる、うん、クラブのその分値段も上がってはきてるけどまあとはいえね、プロ選手モデルっていうのは、そうですね、子供は絶対欲しがると思うので、でもちゃんとサイズごとにプロ選手モデルがあったり、まあもちろんプロ選手モデルじゃなくてもかっこいいグローブがたくさんありますし、そういった中でしっかりとその欲しいグローブを選べる、自分の手に合ったグローブを店員さんが分かるように記載してくれてるっていうのもありますし、実際本当にお母さんお父さんお父さんお母さんが野球全く分からないとかっていう方もいると思うんですよ。ってなった時にグローブどれ選べばいいのか分かんないっていう時に、まあこうやって、サイズ表記があるし、まあ、店員さんにねもちろん言っていただければ、あの一から親身になって、僕カムイさんでグローブ買った時、大人の僕でさえ親身になって、カムイさん説明してくれたので、まあそれはもうずっと僕は高校の時はカムイさんにお世話になってたので、そういった点では店員さんとの距離が近い、すごい、フレンドリーな、方たちがいるので、初めてまあスポーツショップに、来られるなんていうことがあっても大丈夫かなと思います。でちょっと最後にね、ちらっと目に入ったこれさ、これずるいよ、あったらさ、あの実際そう
グローブ磨きってめんどくさいじゃないですか。言っちゃ悪いよ、言っちゃ悪いけど、こんなこと言いたくないけど、実際は僕逆に小学校の時ってあんまりグローブ磨いたりとかしなかったんですよ。できれば遊びたいから、革の良さなんか分かってなかったしっていう時に、走行手なんだけど鬼滅の刃のねコラボしてますよ。これもこれ買えば多分お子さんはグローブ磨くと思う。磨くと思う。鬼滅の刃で磨いてって、あの親御さんが言ってくれれば、やってくれると思うので、まあ、こういったところもね、磨きやすい、磨きたいと思わせるような、ものをぜひ、買ってあげて、くださいといった感じです。はい、ということで本日は亀井スポーツ所沢店さんの少年モデル、グローブバットバッテの紹介をさせていただきました。他にもねちょっとあるんですけど、この裏にスパイクなども少年用結構揃っているので、まあ、ぜひぜひ所沢市何に限らず、まあ、近辺の方、なりは、ぜひ来て、こんだけ揃っているので、お買い求めしてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。